自分でででククククソソソソととと言言っってててたらクソクソと言っても許されるる勘違いしてるクソジジイですす <laughs> 次のコメント僕一般的な日本人って高音域しか耳に数えと耳を削るような音を迫力だと認識している人が多いとあとずっと昔から個人的に思ってたのは日本人と西洋人で何が一番違うって聞いてきた音楽の音量の違いと大音量のリスニングに耐えれるように作った音楽とそうでない人たちの音楽はどうしても違ってきますよね贅沢環境の違いでしょうがない部分もあるけども理論や練習でカバーできない根源的な違いが大きいですね と え、ね、これもその通りなんですけどね。まあ、でもね、意外とだから、根域しか耳に行かず耳を削るような音を迫力だと認識してる人が多いっていうのはね、実はね、これ、業界人がそうだったっていうだけで。<laughs> で、それでそれにお金かけるから、それしかなかったから、<laughs> メジャーデビューするような音楽とか、テレビ CM になるやつとか、タイアップのやつとかっていうのは、それしかなかった。その中でみんなが選択してるってだけなんで。だから今はもう、あの、YouTube なんでみんな好きなものを聞いてるから、だからそういうふうななんか、根域で、それが迫力っていうふうな人たち、じゃない人たちも 当時からいっぱいいたと思うんですけどね。 <laughs> それしかないからしょうがないかなって感じです。日本人と西洋人で聞いてきた音量の違い、まあね、大音量のリスニング、まあこれももちろんあると思いますし、確かにまあ、えー、全然違うから、まあだからそうやってなんかダイナミックレンジ、その小さい音から大きい音までっていうのはすごい違いを作っても、それでも、要はだからそのトータルコンプっていうのはあんまり書けなくても、ちゃんとし、あの、大きいところを迫力が出るし、小さいところはちゃんと聞こえるってのがあるんですけども、日本の空気中で聞くような、イヤホンじゃなくて聞くような場合とかだと、やっぱりそ ここで小さいとこ聞こえないし、小さいとこ聞こえて大きいとこもちゃんと聞かせて、ちゃんとしようとすると、トータルコンプっていうのをすごいかけないといけなくなって、そうするとメリハリがなくなるんですけども、J、J-POP の特徴はそれなんですけども、確かにそういう J-POP のトータルコンプだったりとか、ミックスの時のコンプのやり方とか、バランスのやり方とか、そういうふうなものとかが、そういうふうな日本のリスニング環境に合わせてこうメリハリがなくなってるっていう部分、まあ、メリハリだ、から音量的にはメリハリがないんですけども、ちゃんとメリハリがあるようにどう聞かせるかっていう、そういうふうな部分っていうのはすごい大事で、そういうふうなところはすごいうまくできてるな。基本的にはね、 ヘッドホンとかイヤホンですからね、結構それで大音量で聴いてる人もいっぱいいるんで、イヤホンで聴きゃあんまり、えっと、そんなに。まあだからそういう洋楽のそのダイナミックレンジの広い曲、大きいのと小さいのがものすごくあるような曲とかでも、イヤホンで大音量で聴けば全然いけるしっていうところで、住宅環境の違いってのは本当にあるんですけども、一番僕が感じたのは、 洋楽って歌にリバーブとかディレイがものすごいかかってるんですよすよごいかかってんのね。で、それで育ってきた人がミックスをすると、リバーブとかをかけすぎるというか、それで日本で仕事をすると、大体ボーカリストとかディレクターとかの人が、もうちょっとリバーブ少なくできませんかって絶対言うんだよね。日本人っていうのは、歌のリードボーカルだけだよ。あとは全然大丈夫なの。リードボーカルだけ。もうそういうところでも、だからみんな声しか聞いてないなっていうのをすごい感じるんだけども、本当にもうリードボーカルに対してだけはものすごくみんなこだわりがあるっていうか、ものすごく すごい自信を持って判断がができるんだよねシャムのミックスとかは歌は歌すごくリバーブが少ないんだけども、んヒヒとかもねもね多いいの嫌だだったしなんだけどもギターソルトがものすごいリバーブかかってんだよね。なんかね。こ,れこんなに差があっていいのかなと思ってたんだけども、でもまあ、それはそれでありか、みたいな感じで。全然問題ないからね。なんでそうやってなんかこう、日本人っていうのは、リードボーカルのリバーブが嫌いなのかなと思うと、大体みんな、風呂場みたいだって言うんですよね。で、それすごく、こう、資産に飛んでいてですね。結局、住宅環境の問題ないんですよ、そこ。 はそののリバーブの問題声が、リバーブが多いのって、日本家屋だと、フロ場だけなんですよ <laughs>。まあ、今時のフロ場はね、リュットバスだったりするから、そんなになんかリバーブ多くなかったりするんですけども、温泉行ったりとかね、銭湯とかね、行ったりとかすると、そういうとこでなんか全部コンクリートの打ちっぱなしだからっていうので、もうリバーブルームみたいな感じになってて、そこでコーンとかって、わーってなって、グーンってなるじゃないですか。で、あとは全部だから、日本の家屋ってのは、木と土でできてる。まあ、今はだからね、土壁のとこなんかなんで、まあ、基本的には木ですよね。コンクリートの家でもそこにベニヤ をを貼って紙を貼っってっててて紙いうのが基本じゃないですかなんですけども、以前、あの、ニュージーランドの家とかで、まあ、住んでたってわけじゃないんですけども、娘が留学してた時によく行ってた時とかは、コンクリートそのままなんですよね、壁が全部。だから、部屋によって全部リバーブタイムとかリバーブの種類が違うんですよね。そんなこと考えてるのは僕だけですけどね。ここで立ってこうやってパンパンパンとかってこうやってやって、あ、この辺になるとスタンディングウェーブができるとかってね。だのが、ここで喋ると気持ち悪いよ、みたいな。そういうのとかね、いろいろできるぐらい、本当にすごくリバーブが多いんですよね。 だから喋ってても常にだからリバーブがかるよくあの洋画でコーンコーンコーンとか歩いてる時にコーンコーン って、すごいリバーブかかるじゃないですか。なんか、ああいうのって。割とお城の中だったりとか、ああいうとこもね。なんだけども、日本の時代劇の松の廊下とか、あんなとこリバーブないじゃないですか。さだ、さささささって歩くだけで、あれ、ュワン、シュワン、シュワンって言わないじゃないですか。そんな感じで、だからそういうなんか住宅環境の違いで、リバーブの感じが違うから、だからリードボーカルに対するリバーブの感覚が違うってことに気がついたりとかしました。なんでね、今回のこのコメント、このね、住宅環境っていうところでね、この話しようと思って、ありがとうございます。